こんにちは。今は何時ぐらいか知らないんですけど、夜です。7時49分。今日は保育園に行っていっぱい遊びました。何して遊んだというと、友達と遊んだり、おままごとと、あと工作を しませんでした。おままごとだけでした。だけど楽しかったです。おままごとの時、それでね、パーティーしたんです。その中で一番楽しかったのはパーティーですね。で、なんか喧嘩しちゃう時も私はあるんですけど、少なくなってきました。習い事は何かというとボクシングです。私は将来の夢はレスラーになることです。それで今のボクシングも楽しいです。レストランの日は金曜と木曜と水曜とあと火曜にします。レストランの時は夜からでもありなので、ありにします。だからお願いします。よければみんな来るといいので、広くするので、だからみんな座れるように用意しときます。まだ全然大人じゃないんですけど、将来の夢ですから。で、何歳かというと6歳です。で、始めるのは20歳です。今日はちょっと後で撮ります。歯磨きした後に撮ります。ちょっとなんか食べてくるとこのとこはちょっと撮れないので、あっちにみんなパーパーいるので、だからちょっと後で食べようかなと思ってるんで、ちょっともうちょっと話そうかなと思ってます。で、見てくれてる皆さんは暇だと思うんで、なんか食べながらでも見ていいです。野菜ではコーンとかが好きです。で、マリオ知ってますか？みんな集めます。これを全部知らない方はちょっと映画とかで見てみて、今度見てください。マリオ知らない、知ってる人は、マリオカート好きな人は多分マリオ系全部好きだと思う。マリオパーティーも、私はマリオカートも好きだし、マリオパーティーも好きだし、マリオ系はほぼ好きです。静かにして。私のタンスはね、ちょっとパンパンなんで見せません。でもお姉ちゃんのは超綺麗なんです。では、なんか食べるから、ちょっと行こうかな。すみません、撮ってたと思ったら撮ってなかったんです。少々お待ちください。どうしよっかな。まあ字を書いてみましょう。やばいの出ちゃってます。今見せます。仮面ライダーガッチャードのホッパーワンのカードと、仮面ライダーガッチャードのファイズカード、これは仮面ライダーガッチャードのキバカード、これはこの弟のゴーからもらいました。これは仮面ライダーの電王カード、これは仮面ライダーのジオカード。だけどこれを書くんじゃなくて、これを書くんです。はい、書きましょう。むずいな、ジオって言ってもむずいです。でも作ります。ゲップしちゃいました。うちはカブトムシの幼虫を飼ってます。カブトムシが10匹で、クワガタが2匹です。あ、私はね、でもね、アバターが好きです。ジオできました。まあ、横にうるさいですね、あの人。本当にうるさいと言われちゃいました。そんな今16分なので止め